ほら、見て見て。はい、ジャスガイヒー。お蕎麦使いの俺に勝てると思うな。はい、どうもみなさん、こんにちは。千代田光栄です。なわけの、覚えて帰ってください。ということで、今回ですね、まあ、神ガチャが来たということで、まあね、大川七部会来てるんですけども、いや、本命はこっちでしょ、皆さん。もう、ねえ、お蕎麦マスクの方でしょ。そらそうでしょ。大川七部会とか、いりますか、皆さん。まあ、そら、ねえ、まあその大川七部会サポートだったり、ここに推しキャラがいてどうしても欲しいとかわかるんですけど、いや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 、もうこっちでしょ絶対。で、まあこのガチャなんですけど、まあチケットガチャなんですけども、まあ課金しないと絶対手に入らないんですよね、このチケットって。まあで、約3000円なんですよ。で、おそのマスクが、もうどうしても欲しい。素体持ってない。で、ね、もうピックアップされるガチャが来ない限りは、やっぱ手に入らないわけじゃないですか、これ、このから先って、ほぼほぼ。で、ちょっと前に、もう、一回来てるんですよ、オソマスクのピックアップが。ってことは、この先、いつ来るかわからない、オソマスクがね。で、このタイミングで、ファースト、何ですかこれ、ファーストチケットっていうかな？ファーストチケットガシャで来てくれたんで、まあ、例えばね、その、無課金やってる方でも、まあ、例えばこう、1日1本ジュースだったりとか、まあ、チョコとかお菓子とか、まあ、買うことあるじゃないですか、100円ぐらい使うことって、まあ、人によってはあると思うんですよ。もう、それをね、1ヶ月我慢してりゃいいだけの話なんで、一ヶ月我慢して、このチケットを買えば、おそマスクが必ず手に入るかもしれない。まあ、その割合見ていくと、まあ、こういう感じなんで、そこそこに渋いわけですよ。まあ、これは本当に地割れとか、絶対レートと同じなんで、なかなか渋いんですけれども、まあ、どうしても欲しいならね、僕はこっちの方がね、もうおすすめしたい。超おすすめしたい。で、またこの人おそマスク喋ってるよと思うんですよね。もう本当に、昨日、まあ、昨日と、ねえ、おとといと、先おとといと、3日連続でおそばマスクのことを話してるんで、もうそっちのね、動画見ていただいたら魅力はたっぷり伝わると思います。はい。で、今回、まあ、こっちのね、あれ？どう消えた？まあ、このガチャについてなんですけど、僕は引かないっす。はい。まあ、そうっすね。やっぱり、割と素体持ってますし、で、そこそこに100なんですよ。13分の8が100なんですよね。で、僕今欲しくないんですよ。これね、その、大川七部会来てるから、うわーって、まあ、ちょっとこう高ぶって、まあ、よく神ガチャ神ガチャって動画で言われてたと思うんですけど、本当に欲しいのかっていう。本当に欲しいサポートなのか、それはっていうのを考えた方がいいと思うんですよ。僕ね、考えたんですよ。確かに出た当初、うわー、いいの来たなーと思ったんですけど、でもね、今まあ僕は大川七部会でこれをメインにやってるわけですよ。このパーティーをね。で、まあ欲しいのってゲッターと大川七部会ついてるやつなんですよね。で、見ると、ここら辺なんですけども、まあ、赤属性って合ってないじゃないですか、このパーティーに。なんで、青属性が欲しいの。なんで、僕が一番欲しいのは、スタンピードハンコックなんですよ。で、今回、七部会ピックアップじゃね、なんでこのね、スタンピードも入れてくれへんのかなっていうところで、ここはマジで渋いなと思うんですよ。これが入ったらね、てかなんなら、黒ひげぐらい入れてくれてもいいんじゃないぐらいに僕は思うんですけど、超フェス、もう超フェスじゃないじゃないですか、あの人は。まあなんでね、そこまで入れとってくれたらマジで、僕はこれ神ガチャというにふさわしいガチャだったんじゃないかなというふうに思ってます。まあ提供割合は渋いですね、5% っていうところで、工場ガチャと一緒なんで、この、ねえ、この人たちで僕本当に痛い目見てるんでね。まあなんでこれ引くんだったら僕は波の追いガチャしようかなと思ってますね、本当に。まあなんで、波の追いガチャ、いや、まあ、さすがにしてないですけど、今はね。まあ、今回はその、おそばマスクをね、ちょ、改めて、振り返っていきましょうよ。本当に。もう、しつこいぐらいに振り返っていきましょうか。まず、まあ、彼はですね、まあ、この、出月時にね、まあ、おそばガード、まあ、防御シールドがあるわけですよ。で、これさ、最大体力もですね、10% ですね。まあ、3万の体力やったら、3000の、ね、このおそばシールドがつくんですけども、まあ、これはね、敵の攻撃とか、受け流して、そして相手に鎧を与えるんですね。ただ、ロジャーの、なんすか、気絶とか、そういうのは受けちゃうんで、全然カムサリ、あ、余裕で当たったってなってても、実はこの気絶しちゃったりとか、そういうことあるんで、まあ、そこはちょっと要注意なんですけども、な、いかんせん強いのはもうスキルも強いんですよ。流星おそばき。これね、そこそこに、出が早くて、で、吹っ飛ばしがある。そして、よろけ向こうがついていて、何よりも、一定時間ダウンせずよろけになる。まあ、これが強いんですね。ダウンしないんですよ。だから、シャンクスの通常に合わせてドーンとかもできますし、まあ、おそばシールドがあるときに、ゴリ押しでいけるんで、これ強いんですよね、本当に。まあ、ちょっとね、今、吹っ飛ばないディフェンダーが増えてきてる環境であるんで、そこら辺は、ちょっと渋いんですけども、まあ、その人たちがね、こう、抜いた後に、そそーってね、取りに行けばいいんで、まあ、なんとかなるって感じですね。はい。
で、まあ、ダッシュ速度は 70% 以上の時。まあ、これ普通のゲッターなんですよね。で、お宝ダッシュした時に、お蕎麦ガードがまた復活すると、半分ね。まあ、半分ついてくればもう十分ですね。一回、無敵になってるみたいなもんなんで。うん。で、これが強い。ジャスト回避時に、透明状態5秒間付与すると。これ、美味しいですね。この、ジャスト回避もらってからの、ステルス発動でまた延長するみたいな。だから、それでもう15秒できちゃうみたいなね。速度もできるんで、これはなかなかいいですね。はい。で、お宝確保数が少ない時に、ステルスのスクールタイムが短縮されると。はい。まあ、これも強い特性ですね。まあ、っていう感じの、結構ね、わかりやすい特性してるんですよ。で、まあ、本当に、回復性能がないんでね、まあ、短命で、まあ、こう、活躍できるときはできるんですけど、もうできないときはもうボッコボコにされる、まあ、そういう極端なキャラではあるんですけどね、本当にまあ、使用率も増えてですね、リーグで見る回数がまあ増えました。はい。みんながね、やっとこの、オサマスクの魅力にね、こう、気づいたっていうか、強さにね、気づいたんでね、まあ本当に増えてるんですけれども、まあそういうことなんですね。環境が教えてくれてます。はい。ってか、感じで、まあ、どうしようかな、この後。さあ、ということでね、まあ悩んだ末、まあ、ちょっとやっていこうかなと思います。お蕎麦と、誰でしたっけ？シャンクスで。はい。これは大岡渋川とかが、ついてないやつですね。大岡渋川ついてないんかいって感じだと思うんですけど。こうでしょ？はい、もらう。まあ、お蕎麦カードがね、絶対こう、シーハダ抜けるっていう感じで、いいですよね。さてさて、どうしましょうかね。あ、今のもらえへんか。オッケーオッケー。ナイスナイス。待てよ。一回様子見といて。オッケー。じゃあここら辺でステルス撮影しようか。大丈夫大丈夫。溜まってないね、溜まってないね。はい、一発二発。一発二発、回復使う。いけ！負けるな！ナイスいいよ。いや、ちょっと待って待って、一回距離取ろうか。やれちゃった。まあ、一回死んでもいいかもしれないですね。ここまでなっちゃったら。で、また、もう一回お蕎麦出せばいいんで。お蕎麦効く！よいしょー！オッケーオッケー、いいよ。二人巻き込んでる。か、これね、さすがにちょっと。おっ、ぶね！ステルス。やめて。あはさすがに当たるね。オッケーオッケーオッケー。まあでも、こっちに引き付けたんで、さて、これから後続のシャンクスにつなげようか。行きましょう。シャンクスと、ウルティを引き付けてたっていうだけでも十分な仕事なんでね。で、これでもう呼んどるでしょ？もう十分十分。で、ゼファー先生がいてくれてる。たまらんですね。これ。待ってよ、どこに乗んねん、シャンクス。シャンクスちゃう。オーサーマスクや。見えない敵がいるぞ。おーほら、いたね。ほら、見て見て。はい、ジャスガイヒー。お蕎麦使いの俺に勝てると思うな。そう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 。まあね、本当に冷静に対処すればお蕎麦マスクってそんなに強くないんですよ。強くないことはない。違う。今のは違う。あれは、僕が普段お蕎麦マスクを使いすぎてるために、でね、わー、やれちゃった。やってしまった、やってしまった。これやばい、やばい、やばい。ちょっと待ってね。甘い、甘い、甘い、甘い。くるくる、くるくる、ついてくる、ついてくる。やべ。大丈夫。ここドーン！はい、ワン、ツー、ドン。で、好きでしょ？ちゃかった。ワン、ツー。で、ここ。ドン！落とせねえか。うわ、危ねえ！怖っ。ちょっと待てよ。これ、いや、やばいやばい。くるくる。オッケー、ナイスナイスナイス。いいよいいよ。まあ、なんで、お蕎麦を普段使ってる僕からすれば、どういう動きをしてくるのかっていうのは、手に取るようにわかるわけですよ。じゃあ、これまた来ましたね。で、狙い目としては、多分、上。からの、下に来る。どこや？そっちか？ちゃうか？あ、裏か！そっちか！オッケーオッケー。ま、てな感じでね、まあ、お蕎麦の強いところも見せれたし、このお蕎麦の弱いところもね、またお見せできたと思うんでね、よかったんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあ、まあ、お蕎麦の強い部分、弱い部分が見せれて、で、まあ、この、まあ、さっきのね、試合の敵のお蕎麦さんなんですけども、狙いは全然悪くないんですよ。ただ、あれで合ってるんですよ。ただ、相手が悪かった。うん、やっぱその、もう、気持ちが分かってしまうんで、本当にどこに行きたいかっていうのは。まあ、なんで、でね、その、さっきみたいに、その、通常あれ振り切ってたら、お蕎麦キックでやられるわけじゃないですか。で、逆に言ったらもうそれしか手段がないんで、そこをちゃんと見抜けば、もう全然おそばマスクは怖くないんですけどね。まあ、あんまそういうこと言いたくないんですけども、
まあ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 、ちょっと相手が悪かったかな、っていう感じでね。はい。ということで今回はね、ここら辺でね、終わりたいと思います。お相手は、千代田光輝でした。それでは皆さん、さよなら。